大島リノンキャスターは誕生日が3月19日なのでちょうど1ヶ月が過ぎました。2日前に定期診断を受けましたが、その時に何歳何ヶ月と記入する項目があり、どのように記入するか迷ってしまったそうです。それを重要視するのは赤ちゃんだと思いますが、リノンキャスターの真面目ぶりがよくわかる動画です。それではご覧ください。 さあ4月は19日ということで、平日真っただ中となりますけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか ?19 日といえばですね、私お誕生日が3月の19日で1ヶ月経ちました <laughs> これと言ってだから何かあるわけではないんですけども、気がついたらお誕生日から1ヶ月経ってるなということで、24歳と1ヶ月になりまして <laughs>。あの、この間、あの、 診察を受けてですね。あ、全然健康ですよ。健康なんですけども、なんか定期診断みたいな感じで診察を受けてて、今、あの、誕生日と何歳ですかみたいなところに、何歳、何ヶ月っていうのがあったんですよ。<laughs> いや、あと2日で1ヶ月になるんですけど、って言って、なんて書いたらいいのかわかんなくって、あの、聞いたんですけど、あの、大人になってるから別にそんなに1ヶ月単位で、あの、重要じゃないから大丈夫そう。とりあえずゼロって書いとこうって。 <laughs> 言われて、あ、そうですかってなりました。難しいですよね。<laughs> そう、自分でもそんな大切じゃないよなと思いながら。 そうそうそう。何ヶ月はね。あの、そう、細かいですよね。私もびっくりしちゃって、どうしようと思って書けなかったです。あと二日でって言って。<laughs> 特に、あの、問題ありませんでした。いや、本当ですよね。赤ちゃんの一ヶ月って本当にね、大きいですけども、我々の一ヶ月、お人になってからだとそんなにね、いいですよね。まあでもね、そう、思いつつも、今日朝、日付確認して、お、一ヶ月経ったって、なんか、思ってしまいましたね。ちょっと意識したくなります。 いや、どうなんでしょうこの1ヶ月間、あっという間だったのか、それともなんか遠い昔なのか、なんだか不思議な感じがする。もうなんか自分が誕生日だった時、覚えてないですし、その誕生日から1ヶ月間、どんな感じで過ごしてたかも、なんか思い出せなくって、どうしましょう。<laughs> ねえ、どんな1ヶ月でしたかねでもやっぱりなんだろう。24歳っていうのは1個年を重ねたことをすごくずっしり感じるかもしれないです。20代後半の1年1年ってなんか大きく変わってはないんですよ。変わってないんですけども、その生活とか、あのね、大きく変わることはないんですけども、気持ち一気に変わってくあ、もうなんか。 あ、24なんだみたいな。うん。そう、25歳に近づいてる感じもしますし、自分が思い描いていた24歳と、どれだけ離れてるとか、まあ、これは想像してなかったけどこうなってるとか、そういったものも見えてくるようになって、なんかそういったところをね、帳尻合わせていくじゃないですけども、よく考えるようになったかなと思います。あとはやっぱりそうですね、あの、思い返してみると、野球漬けの1ヶ月だった <laughs> 3月19日がお誕生日でしたけど、WBC は3月の前半くらいからやってましたよね。だから、そうなんですよ。そういった意味でも24歳になって、こうね、あの野球のルールを知ってみたりと、ちょっと新たなね、世界が広がったりと。う 最近も野球見てますよ。昨日は、えー、トラフォー、マリフォー、スワフォーって全部勝てたんですよ。<laughs> 自分がね、こう、興味のある球団、あのが、全部勝てるって、今までそう、あの、なかったので、それ、三つ揃うのはすごくいいことだなと思って、素晴らしい。よかったです。そうなんですよ。あの、いつまでね、続くんでしょうね。<laughs> <laughs> でもなんだろう、こう、一生懸命球団を応援するとか、選手を応援するっていうのもいいと思うんですけども、やっぱりね、こう、あの、ちょ、身近な人で言えば山口さんですけども、いろんな方、やっぱり野球を知ってる方って多いですし、応援してる方も多いので、そういったね、こう、方と共通の話題として楽しめるっていうのが、すごく、こう、いいことだなって。 思う。ね。なんか、こう、聞かれても分かりませんで、終わっちゃったらね、話広がっていかないですし、そのね、お相手の方との仲も深まっていかないから、それを知ることができてよかったな、というふうに思います。あ、そう、川端さんはカープファンなんですよね。だからすごい野球って、やっぱり、こう、国民的に人気だな、っていうふうに思うので、知っててよかったなって思うことがすごく、 増えました。うん。しかも、純粋に新しいことなので、とっても楽しいです。はい。